かです今回はですね、トレード、最速でトレード上達、えー、していく上で、鍵を握るですね、脳、NO、の2つの学習モードについてお話をしていきたいと思います。で、この概念を知るだけで、例えば今まで、えー、がむしゃらにトレードをやってみたり、なんか、まあ、とにかく量をこなすとか、毎日トレードをひたすらやり続けてみたりとか、いろいろ過去の検証をやってみたりとかやっても、なかなか上達しない、うまくなってる気がしない、勝てない、えー、進歩が見られない、 っていう人でも、えー、今日の話を踏まえてもう一度、えー、その話に沿ってこの今日の内容に沿って、えー、やってもらえたらその自分が上手くなってる成長してるっていう実感を得られるようになる話前に進んでるっていう体感か感覚を得られるような話をあのするのでぜひ役立ててもらえたらと思いますでそもそもトレードってどうやったら上達するのかっていうことですよねでそのの謎を解き明かす,解き明かすのが えー、さっき言った脳の二つのモードなんですね。で、人、人には基本的には二つの状態が存在します。二つの状態ですね。一つ目が何かっていうと、今、この瞬間の判断を問われる、サバイバルモードっていうのが一つあります。一つ目がサバイバルモードですね。で、これはどういう状態かっていうと、例えばもう本当極端な話、電車、満員電車乗ってたら急にお腹が痛くなってきた。としますよね。そしたらその時に考えられることって、 今日の晩ご飯何食べようかなえー、じゃあ3ヶ月も後までにこれを勉強して、こういう、このレベルまで自分が成長できたらいいなとか考える余地ないですよね。何を考えるかもう、今この瞬間どうするか、次の駅で降りてトイレを探すのか、えー、もうここで盛大に漏らすのかとか、もうそういうことしか考えられなくなるじゃないですか。それは脳みそがもう非常に、もう完全にサバイバルモードになってるっていう証拠になります。で、 えー、もちろんそれはトレードでも起きるんですけど、またあとちょっとそのまま説明しますね。で、二つ目が何かっていうと、これはラーニングモードですね。脳にはラーニングモードっていうのがもう一個あります。で、これはどういう状態かっていうと、もう心と体が、もう適度に緩んでいて、力んでない、えー、リラックスしていて、理性が働いている、焦ってない、ストレスを感じてない、えー、プレッシャーを感じてない、なんか、えー、お気に入りのコーヒー、紅茶を飲んでほっこりしてるような、そんな状態ですね。で、こういう状態の時に人は初めて、 実は、長期的なスパンで物事を考えられるし、長期的な計画で、例えば、何かスキルを身につけるとか、知識を吸収するとか、とか、新しいことを学ぶっていうことができる状態になるんですよ。で、もうさっきも言ったように、サバイバルモードで、ストレスとかプレッシャーを感じてるときって、人は新しいことを学ぶことが、学習することができないんですね。特に長期的なスパンでのスキルとか、っていうのは絶対学べないです。で、サバイバルなので、 今ある知識やスキルをいかに最大限使って生き残るか。例えば目の前に、例えば原始人だったら、もう古代の人たちっていうのはもう常に、要するにそこら中の猛獣とかに襲われる危険性はあったし、例えば隣の村から誰か攻めてくるかもしれないとか、常にそういう危険にさらされてたわけじゃないですか。あとは、例えば毎日食料を確保しないと生き残れないっていう、その時、その瞬間にちゃんとフォーカスできないと、そもそも命が危ないっていう。 環境下でででずっっと人類が生きてきてててたのでそののそサバイバイルモードいいうのはすすごい脳に強く組み込まれてるわけですよねだから今のこの現代社会ではサバイバルモードってそんなに必要ないじゃないですか例えばご飯もまあ今日食べなかったら今日動物を取れなかったら死ぬってことも基本的にはないですし実はサバイバルモードっていうのはそんなに今必要なくなってきてるんですけどまだまだ人の深いところにはそれが根付いてるってことですよねで例えば昔の人がそうやって虎やライオンとかに 襲われて、その時に来年どうしよう、再来年どうしようとか考えないんですよね。今どうやってこの場から逃げるか、あとはどうやって今日食べ物を取るか、どうやって目の前の敵を倒すかっていうことが一番大事じゃないですか。で、実はトレードも、えー、こういうふうにサバイバル、脳がサバイバルモードになってしまっていると、例えばストレスを感じて、プレッシャーを感じたりとか、そういう状態でトレードをやると、もう脳の長期的な学習機能が プログラムが停止してしまうんですね。だから、どれだけその状態で頑張ってトレードした、しても、何も実は身につかないんです。どれだけそこに時間労力かけても、実は何一つ身につかないってことになっちゃうんですね。むしろ、どんどん、その、変な癖がついていってしまう。そして、スタートした時より下手になっていってしまうんですよ。変な癖がついた分、ね。逆に、ノンストレスでリラックスしている状態で、自分に無理な圧をかけてない状態の時、そういう時に初めて脳の、 長期的な学習機能が目覚めるんですよ。で、当然そのトレードっていうのはお金を稼ぐ行為じゃないですか。だからみんなお金を最初から稼ごうとしちゃうんですよ。で、そうやってロットを上げたり、いきなり無理なトレードしてみたり、当てずっぽうで入ってみたり、で、そうやって、えー、感情を揺さぶられてた状態で、うわ、怖いと思ってリグイしたああ、損切りしたり、うわ、早く利益欲しいと思ってリグイしたりとか、そういった勘とかでエントリーしたりとか。 で、どん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 そのサバイバルモードの状態でトレードをしてしまうことによって、えー、ちゃんとしたスキルが身につかず、さらに悪い癖がついてしまうんです。だから上達した実感を得られない。むしろなんかどんどんどつボにはまっていってる感じになってしまう。だトレード上手くなるためには、どうしてもそのほとんどの人はとにかくいっぱいトレードこなさないといけないと思ってしまうじゃないですか。で、そ、その方が確かに頑張ってる感はあるんですよ。やってる手応え感はあるんですよ。 でも、それと結果が伴うかっていうのは実は別問題なんですね。で、これがそもそもやってはいけないパターンです。上手くなるためには。継続的に勝てるようになるためには。で、当然、トレードって一番最初って、やることいっぱいあるじゃないですか。覚えることいっぱいあるじゃないですか。損切りする、利食いする、えー、流れを掴んで、エントリータイミングを見計らってエントリーして、損益が動いて、ブワっとブレたりして、そういうのを同時に複数のスキルとか、複数の、その、 ことを同時にこなそうとしたら、当然脳は、あの、すごいプレッシャー、ストレスを受けて、すぐサバイバル、サバイバルモード入ってしまうんですね。でそうすると、今まで積み上げてきた知識、スキルだけでどうにかしようとしてしまうから、当然勝てるわけないじゃないですか。で、そしてその間違いを実は続けると、脳はそれが正しいと学習してしまうんです。だから、つまりトレードでうまくなりたかったら、もっと勝てるようになりたかったらどうするか。まずはノンストレス、ノンプレッシャー、緩んでる状態になることが最も重要です。 もうリラックスですね。リラックスした状態でやるということが非常に重要になってきます。だから、そのためには、勝とうとしないこと、いきなり、稼ごうとしないことっていうのは実は非常に重要なんですね。じゃあ、どうするかっていうと、具体的には、例えば最初はちょっとデモでやってみる。心がざわつかないデモでやってみるとか、本番環境、リアルマネーでやるにしても、えー、非常にロットを、ものすごくさい一番小さいロットまで下げるとか、 あとは、ロスカットや入り食いも、まずはデモで何回も繰り返して、で、リアルに移行しても、最小ロットでロスカットがリアル入食い練習したりとか、あとは、デモでチャートパターンに沿ってエントリーしてみる、練習をする、エントリータイミングをつかむ練習をしてみるとか、それも全部、ストレス、プレッシャーがかからない環境でやることによって、そのスキルが身につくんですよ。で、少しでも負荷を感じたら、ロットを下げる、量を減らすってことをやります。 とにかく自分を押さない。無理に押さないってことです。で、実は、これトレードもそうだし、スポーツもそうだし、楽器も何でもそうなんですけど、本当に上手くなるときっていうのは手応えがないです。徐々に徐々に自分の、その、脳に、体に練り込んでいくので、手応え、こ、いきなり急激に変わったっていう手応えってないんですよ。だから気づいたら上手くなっていた。気づいたら前より勝てるようになっていたっていうのが実は本当の真の上達です。で、急激な変化は反動を生むので、え、やかに緩やかに、 え、変化していて、最終的にドンって上がる。まあ、いわゆる成長曲線も同じですけどね。緩やかに緩やかに、そして最後ドンって急激に上昇する。このパターンが非常に理想になります。